はい、プレイジージトライルシーズン3レーザークランリーグ KKN vs シエラの第2試合、マップはシャクラスプラトですね。初めてのクランリーグ、緊張で足が震えてたり手が震えたりするんじゃないでしょうか。はい、両チームともにこのクランリーグでは初めてのメンバーを投入してきましたね。マップ右下でスタート、5時あたりのポジションでスタートしたのがミニマップ上赤いプロトス、 KKN の2番手スロットル選手、そしてマップ左上11時でスタートしたミニマップ上ピンクのザーグ、こちらがシエラの2番手ザーグリッシュハンモ選手、まあ、通称ハンモ選手ということで、正式紹介したときになんかわーパチパチパチっていうような効果を入れたいですね。桜効果をわーみたいな、こうなんか効果音、なんかここで後ろでウェーブをちょっと WAV を起動してあるんですかね。あるんじゃないですかね。おっと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 、通過スキャンセル、ん、通過スキャンセル来ました。おー来ましたね、通過スキャンセル。これどうなんですかね。いや、おそらくこれは何かしらのオーダーを用意してるということなんじゃないでしょうかね。で通過まあ、もしくは基本的にメリットに関しては、まあ、ラーバ管理がうまく、ラーバが回りやすいっていうのと、回りやすいというか、まあ、無駄なく使える、まあ、1ガスとはまた別という感じになるとは思うんですけども、っていうのと、まあ、メリットというか、まあ、そこの差は結構出るんですかね。1ガスの時はやっぱりこの後あの当分の間ドローンしか増やさないっていうオーダーの時に、あのドローンの数が早い段階で数が増えるっていうことで、若干プラス扱いなんですけども、セカンドハッチリーを立たせないようにパイロン立てハラスですね。でそれを見てのガストスポーニングプールですね。まあ、テランだとここにエンジニアリングベイをギリギリ立たない位置で消えるというこのいやらしいこともできますが、プロトスの場合はパイロンが全部断ち切ってしまいますが、100ミネラルでこのハラス立たせましたね。もうかなりセカンドハッチリを立たせない、その分スロットル選手ワンゲートワンコアからの、おっとっとっとっ と, っとセカンドハッチリ遠いところに行ってましたね。しかもこれは見られていない、このセカンドハッチリ守るには非常に難しい。そしてゼルナーガタワーを取られてしまうと丸分かりですね。取られてしまいますね。ですがこの帰る途中に上を覗ければ覗きましたね。はい、ここでハッチェリー確認。さあこれは大きい G ロットでそのまま上行きますね。立てるなら南でしたかね。サードベースの方に立てるかも。まあただこれ自体はローチなりザグリングなりでディフェンスしきれるので、まあまあまあ見られたからといって終わりっていうわけじゃもちろんないとは思いますけども、ちょっと守るのが大変かなっていう。ああキャンセルしましたね。ローチ間に合ったと思うんですけどね、これはザーグリングでお茶を濁しながらローチ待ち十分いけたと思うんですけども、これはちょっとジーロって一体見てスポーン、あれですね、スパインクローラー立ててるのでもしかすると初期警戒ですかね。ザーグがオーバーロードを道中に置いてないがためにちょっと追加が来るのか来ないのかっていう判断がつかなかったパターンですかね。そうですね、ゲートウェイが立った瞬間しか見れてないのでですね、2ゲートウェイ来るかもしれないと。まあ2ゲートウェイ見れなくても道中にオーバーロードがあれば追加が来てる来てないの判断はしやすいんですけども、わずか0と1体のためにかなりビハインド強いられてますね。しかもこのプロパイロンでしっかりとローチ行ってるのは確認できたという。でかつここでスターレート、おっといい感じの封鎖、ザーグリンがワンダウン、ツーダウンかな、ワンダウンですね。そしてワープゲートに完了、ツーゲートウェイワンスターゲート、
ちょっとザーグ側がだいぶ遅れてる感じがしますね。まあでもレア行ってるのでこっからどう展開していくかですけれども、うん、レイヤーに行った後にレイヤーから建てる建物を建てるほどのミネラルガスが今のところないですね。ないのでザーグニングローチで行こうとしてるんですけども、ザーグニングローチで行ったところでスターゲートに対しては何もできないのでちょっと厳しいところです。おっと今のはキャンセルほどでしたかね、まあ、スターゲートがまあ回ってないっていうのもありますね。あとは隠したいんじゃないですかね、スターゲートを。あーなので中に入られるよりかはここ一旦キャンセルして守ってボイド行きますね。ボイドレ、まあローチは止まりますね完全に。それに対してスパイアですね、ザーグリッシュアンモ選手。さあもうプロトスとしてはスパイアできる前に、まあスパイアであれなんであれレア後のテックが開始される前にぜひとも攻めたいところ。まあ、スパイア立つのってかなり長いですからね。フェニックスに変えた？あ、変えましたね。もしかするとフェニックスを出したかったけれどもついつい癖でボイドレを出してしまったみたいな感じかもしれないですね。特に相手の内戦見たわけでもないんですけれども、これはプロトスがまあまあまあアンチオーダーになってますね。見てないけれども自然にアンチになった感じですね。フェニックス2体作ってからということはまあドローンを借りつつってところですかね。そしてまだスパイアは立たない。さあしかしセカンドベースファーストベースともに、ハンモ選手はいい感じにドローンを回せているのでここでとりあえずフォーミュータですかね。おっとヒドラリスク電来ましたね。電スターゲートは見えていない。フェニックス見たかな。あー可能性はあフェニックス見たかもしれないですね。6時のオーバーロード下がってるんでチラッと見たかもしれないですね。あれ今日ヒドラリスク電キャンセルしましたね。お迷走しているどうしようかっていう状況になってますね。それに対して今エボリューションチャンバーを逆に立ててこれはフェニックスのあれ対策ですかね。あーミュータ全く出さずにローチ出してるのでこれフェニックスやっぱ見ましたかね。あスコア立てましたね。見てますね。スコアを今立ててますね。フェニックスチラ見しましたね。チラ見してますね。そしてローチ大量に行けばフェニックス分がちょっと無駄になるのでこれはあでもしっかりとイモータルも出てますね。ローチに対しても両者ともにちゃんと見れているところでしょうか。今の時点ではやっぱりプロトスがいい感じにスムーズにセカンドベースを取りおっとここはフォースフィードうまく使わないといけない。まずはガーディアンシールドフォースフィードしかしもう中入られてる状況。しかしイモータルが大活躍ですね。イモータルまだヒットポイントマックス。さあイモータルガン虫ですね。あいやここでイモータル狙い始めたがちょっと遅かったかな。さあ追加のイモータルが今出てくるのでこれ2ストーカーと2イモータルだったら場合ストーカーの方がやっぱり有利。さあローチがほぼ全滅の状況。おボックスサラウンド成功。さあもうストーカーとイモータルのいやしかしここでザーグリングローチでこのままあー押し切りに来ましたね。さあ妹の間に合った。問題このザーグリングをどうするかですね。ですね。フェニックスをうまく使いたいですね。ここで戦闘中ちょっとフェニックス止まってしまってるのがいただけない。全力でぶつかれているわけでもない。さあザーグリングが妹にダメージを与えているのでこれは一生懸命がおっとおここでプローブうまくちょっとしかし厳しいですね。追加速度としてはザーグの方が上。プローブがかなり駆られてしまっている状況。あでもイモータルここのタイミングで出てくる。そしてそれに対してこれは返せそうですね。今回は返せそうですけどもちょっとプローブの損害が大きいですね。大きいですね。しかしプローブとドローンの数が今ドローですねほぼ。いやでもこのままいくと追加ちょっとプロと生産止まってしまってるのが痛いですね。痛いですね。
完全に止まってしまってますね。ザーグリンが止まらないですね今回は。もうイモータルストーカーだとやっぱザーグリンが止まりにくい。おっとこれ中が、あジロって近いと封鎖してますね。これセカンド。さあフェニックスは未だ行動開始せずの状況で、しかも相手のベース近くにハッチェリー行ってますね。ハンモ選手ジロと前に出ちゃうのは良くなかった。あ良くなかった。今フェニックス登場ですね。ようやく。しかし GG これはユニと互いに切り替えが、切り替えに切り替えを重ねて、一枚やっぱ回転速度が速いというよりもユニットの変えるのが速かったザーグリシャーモン選手が、うん、フェニックス見えたのが大きいですね。大きいですね。